さあ始まりましたマーケットアナライズです。岡崎さん、今週はところでゴールデンウィークの計画はもうお立てになられましたいえいえ、もう全然我が家は子供の野球に付き合うだけです。ところで黄砂の影響ってありました？黄砂ね、結構来ましたね。なんか花粉症ではないんですけど、何かここら辺に住んでる感じがします。今この目で確認しましたけど、黄砂ってやっぱ黄色いですね。そうですね。この2つでした、今週の私の頭の中を駆け巡っていたのは。そうですか、はい、マーケット的にもいろいろあったと思うんですけれども、うん、いや思わぬというか、その、まあ、金曜日上昇すると6連と、うん、今年最長ということになりますよね、うん、1週間前の今頃はなんかドキドキして雇用統計を待っていたっていうのが、1週間経ってみたら随分変わってしまったなという感じがします。そうですよね、うん、さてそんな中、今週のゲストをご紹介いたしましょう。りそなアセットマネジメント運用戦略部チーフストラテジストの黒瀬浩一さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。バフェットさんも来ましたからね、ちょっと明るいトーンでストラテジー作ってもらったらどうですか？そう思います。それが正しいと思います。いいと思います。なんか今日は前向きなお話が聞けそうという感じですかね。いや、バフェットさんの、はい、面談とか逆輸入型でこう来てるんですけれども、うん、バフェットさんが言うとやっぱ説得力があって、はい、で92歳のおじいさんに長期投資を教えられたら、本当に参りましたっていう気がしましたね。そうですよね、うん、さあそれではまずはですね、マーケットアナライズで資産運用を考える習慣を、よりグローバルな視点からマーケットを分析していきましょう。グローバルラップです。岡崎さん、お願いします。はい、その日経平均株価、日本株の話からですけども、はい、順番に言います。この鈴木さんの話を受けると、先週の金曜日に発表された雇用統計が非常に良かったです。非常にいい内容で、賃金は少し落ちてきて、雇用は安定的に増えていて、一部のセクターではマイナスだったけど、そんな気にするほどこのことはないだろうと。でその話で月曜日、心配ながらも始まったんですが、その後バフェットさんの話があって、はい、でバフェットさんの話があって、今更ながらやっぱり日本株というのは投資価値があるんだなということを再認識した、うん、再認識したところで、今度はアメリカの CPI、 そしてから、議事要旨の発表で、ここにはいろいろとですね、複雑な話があるので、これはまた次のコーナーでお話するんですけども、さらにその次、アメリカの卸売物価 PPI ですね、これが発表になってインフレの鈍化が見えた、というのを私の説明にして、鈴木さん、とりあえず何が変われた感じなんですかね、日経平均はね。今週は結構中身は難しかったんですよね、うん、半導体が中核で、その真ん中辺にある3月の頭ぐらいのところ、はい、3月の9日にピークをつけた、その直後にシリコンバレーバンクが破綻したというのがあったんです。そこはまさに半導体の上昇だったんですよね、うん、で日経平均を押し上げるテクノロジーの日本の上昇、うん、で今それが逆にどちらかというと下向きになってしまっている、あるいは順番は回ってきてないという状況です。逆に小売株が、決算発表を控えているんですが、それが今一斉に上昇してマーケットを押し上げている。金曜日なんかはこれファストリーのユニクロの、ね、はい、数字が出てまたピョンと上がって、一応ここは高値抜いてきたので、ね、戻り高値、ここを取りに行けるか、来週以降の展望楽しみになってきた、ね、そうですね、すごかったですね。だからやっぱり言われているように国内の景気がすごく良い、うん、ということを肌で実感できているんですが、いよいよ株式市場はそういうところを評価し始めたというところでしょうね、うん、クロスさんは今週の展開、あるいはここまでの1ヶ月ぐらいの展開、日経平均どんなふうに見ていらっしゃいます？うん、やっぱりこういろんないい要因が出てきたと思います、うん、でインバウンドが影響大きいと思うんですよね、うん、それからバフェットさんの話に関しても、僕は停留にはね、やっぱりこうグローバルなこの地政学的な変化の中で、うんうん、日本の置かれた位置というのは極めて優位なんです、うんうんうん、本当にこんなに日本が国際社会の中でいいポジションを取ったっていうのは久しぶりの話で、うん、そこを勝者っていうのはまさに取れるんですよね、うん、なるほど、それも大きいと思います。だからこそ頑張らないとね、日本の企業もそのためにはね、人手不足とかクリアしないといけない問題やっぱあるんですよね、うんうん、そこがポイントになると思います、まあ、このあたりのところはね、ディテールになりますからね、はい、あと MVS とかさまざまな形で分析していきたいんですが、はい、グローバルラップなんでトントンといかなきゃいけないんですが、ナスダック、こちらの方は一応ですね、下がったところまで見せてるんですが、この後 PPI の発表があって戻しています。一応ナスダックの100もそうなんですけども、戻り高値がこのラインなんですけどね、ここを超えてくるといよいよボトムのところ、昨年の12月末につけたラインから考えるとですね、20% の上昇ということで、テクニカルには
上昇トレンドに入ったという認識がされるところです。この12,300のこの上昇のところの超えられますか？超えられると私は思いました、はい。これは非常に複雑な、方程式なんですけども、次の、ニュース項目のところで解いてみたいんですが、はい。景気後退懸念はあることも分かりました、はい。景気後退懸念はここにあるというのも分かりましたと。でインフレ懸念はまだ残っているのも分かりましたと、うん。FRB が態度をどうしてるこうしてるの分かりました。で分かった分かった分かった。で何が我々に残ったかというと、あとは FRB に任そうと。ほう、つまりもうくよくよ悩むのはもうやめようと株式市場が今思い出してるんじゃないかと思います、うん。これ FRB がもうどうやら作戦考えたと、マニュアルも作ったと、はい。我々は粛々とそれこそ業績発表とか真面目に決算とか見ていくとか、うん、もうそれでいいんじゃないのかな、まあ、あとはね、あとはもう FRB がやってくれるだろうっていうふうにさじを投げたとか放り出したんじゃなくて、そういう信頼を得たんじゃないかなという気がします。となりますと、ダウンもいいということですか？ダウンも、まあ、あのナスダックの方がやはり、ナスダック銘柄は、ね、鈴木さんリストラしましたから利益は作りやすいはずですよね。まあ、テクノロジー企業はもう1万人単位で人をカットする、するということをやってますからね。1万人単位で人を切ると何やら景気後退のようにも見えるんですが、黒瀬さん、はい、やっぱりこのテクノロジー企業のリストラされた人ってやっぱ優秀だから、吸収されてるせいか雇用統計にはほとんど見つからなかったですよね。そうですね。しかもこれアメリカにとってはですね、そこの部門から人がリストラされて、そうじゃないオールドエコノミーとかね、サービスに行くとここが今度合理化しますから、極めていい話だと思いますよ。だからね、やっぱり時代は変わって、はい、いつまでも、まあ、ハンデついてみたいに同じように、リストライコール景気後退というシナリオでもない形が、今回の本当に引き締め局面っていうのはさまざまな、セグメントで今までとは違う現象が見えてるかなという気がしますね。さっきの岡崎さんの話に戻しますが、そうで私今2点思ったんですが、後でじっくりお話聞くとして、私が思った2つは、1つはナスダック今週金利が下がってナスダックが週の半ばに売られたんですよね、はい。ああ景気後退だ、もうそっちばっかりなんだって言ってるそばからまた週末にかけてナスダック上がった、まあ、それはまた後で岡崎さんのお話で解説があるとして、もう一つやっぱりあの FRB に任せるんだってことになると、半年ぐらい前までもう市場はダメなんだ FRB は、まあ、パウエル議長だからダメなんだみたいな、もう FRB バッシングみたいなものが吹き荒れてたんですが、それがやっぱり変わったということになるわけですね。議事要旨の中にもう直視しているはっきりと問題点というのを、こんなふうに見ている、だからこういうふうな予想を立てている、で景気後退のリスクも感じている、でもインフレは退治しなきゃいけないんだ、でもその先にあるのは予想値で見れば来年になったら FFL でも下がってるわけですから、まあ年内辛抱しちょうだいよという、そういうようなストーリーで一応整合性の取れた、まあ、ベースラインシナリオみたいな言い方をしてますけどね、そこは分かりやすい形になって、で鈴木さんのおっしゃった通り、じゃあ FRB に任せようかと、半年前1年前はね任せられないと思って、特にこのこちらですね、金利見てもらうと、これ金利が暴れたんですよね。去年なんかこの辺りのところ 4.3 ぐらいまで上がって、あの金利が暴れてるっていうのは結局 FRB に信用が置けないというので暴れてたんですけども、本当に今おとなしくと言いますか、ほぼほぼこの 3.5 ぐらいの水準で落ち着いてきましたから、じゃあ株式市場は金利のことはもう心配せずに業績をしっかり見ようよというふうに方向転換したんじゃないかなですかね。じゃあグローバルラップの後のニュース解説のところでそのあたり詳しく、はいはい。でドル円の方は、はい、こちらの方も一応ですね落ち着いた動きになっています。ただですねこちらの方はじりじりと、これ日本にとってはラッキーだと思うんですが130円台を維持しています。今週はもう一つ重要なニュースがありました。これも日本株にはプラスでしたけども、黒瀬さん、あの上田新総裁が、船出しました、はい。とりあえず株式市場は好感した、そういう印象ですよね。はい、あの金利が急上昇するんじゃないかという懸念についてはもう一周したというふうに言っていいと思います、うん。ね、まあ、これもちろん正常化はね、やっていかなきゃいけないんだけれども、サプライズのない、それこそ上田総裁なりのフォワードガイダンスですよね。ここがここからの鍵を握るっていう感じじゃないですかね。そうですね、あの一つ一つの言葉に非常に信頼感があると思います、うん。そうです、今できている信頼感を裏切らないで進んでいってもらいたいなと思います、はい。行きましょう。ヨーロッパの方もプラスですね。こちらの方も
なかなか説明するの難しいですよ。まだまだ利上げをするという話、 ECB も一生懸命やっていますから。だけど株式市場はさらにその先を見ています。ドイツに比べるとイギリスの方が少し遅れていますが形は一緒です。原油の方は思わぬ減産によって80ドル台を回復した後ここで均衡しましたね。落ちなく、落ちるかなと思ったんですけどね、このまま80から85というところで動きました。最後にやっぱり今週も強かった金価格。そうですね、特にまあ円ベースで見たら歴史的な最高値を取ってるんですが、これデータがないのでね、あるいはまあデータを誰かから持ってきてもらって、知りたい、まあ、分析したいんですが、やっぱり中国とかの、はい、つまりまあ、これは黒瀬さんもデータ見てると思いますけども、中国なんかはやっぱりアメリカの、中国が保有してた米債とかどんどん減らしてって、逆にこれ金の方に変えてって、要するにリザーブの中身をアメリカグループと、我々がいるアメリカグループとアメリカ外のグループが全然違うリザーブ、その準備の準備残高ですね、中央銀行ので。中国ロシアの方はもうあのドル使えなくないケースを想定してたのか、やっぱり金を増やしているという情報が入ってきてるんですけども、それ確か統計出てたと思います。出ましたか。中央銀行が買っている、でこれやっぱロシアがですね、外貨準備をこう凍結された影響というのは大きくて、あの各国中央政府にしてみる、中央銀行にしてみると、もうドルはなるべく減らすと、で代わりにもし何かあっても大丈夫なものにしておくということだと思います。まあそれが決定的な説明するとすればそれだと思いますね。でそうなると彼らがどこまで買うのかって分かんないんですよ。まだまだ上昇するかもしれないってことですね。知れないし、でその世界っていうのは少なくとも私は見たことがない、つまり本当の冷戦時代に、その、中央銀行同士の関係が なっていくのとすれば、これは歴史を紐解いてですよ、80年代とか70年代の、ソ連の中央銀行が何してたのか、でも80年代とか70年代の中国の人民銀行はおそらく何もしてないはずなんで、やっぱりこれも過去にテンプレートのない、フォーマットのない世界に、このゴールドの世界は入ってしまったなという、そういう印象を持ってます、はい、続いては鈴木さんが選ぶ今週の良かった銘柄と悪かった銘柄を発表する鈴木和之の今週の MVS のコーナーです。お願いします。まず日経平均は、まあ、先ほど見ましたけど、あの今週週末、これ木曜日までですが、金曜日上げると6連騰という形になりますね。先週の金曜日から上昇しています。イースター休暇でニューヨーク市場雇用統計を受けたのに、その日のニューヨーク市場が休みだったというので、まあ、週明けは少しドキドキしながらスタートしたというのが今週のスタートでした。で、まあ、それでも週が明けたニューヨーク市場、だから日本では火曜日になるんですが、まあ、ニューヨークダウの101ドル高で、翌日火曜日のニューヨークダウ98ドル高、そのあたりで少し安心感が出てきた、まあ、こういうとけば大丈夫だ。その前の週は ISM が随分落ち込んだので、いやこれ景気リセッションの方を心配しなくちゃいけないのかな、なんていうムードも出ていたという状況です。まあ、そうこうするうちに日本では、まあ、火曜日なんですが、先ほどから出てますウォーレン・バフェットさんが日本を訪れて日本株を買い増しする、特に総合商社ですね、まあ、後で MVS でも取り上げますが、総合商社すべてに対して当初 5% 買っていた、それを 7% まで引き上げて、これをマックス 9.9% まで引き上げる可能性があると、だから41兆円 そのバークシャー・ハザウェイの、まあ、ほぼ 10%、 4兆円まで日本株 その総合商社5大商社を、まあ、組み入れを引き上げていくという、まあ、そういう意向を明らかにした、それを確認してきたみたいなんですけど、まあ、そのあたりから日本株全体が押し上げられるという、まあ、まさにオマハの鉄人、相場の神様の、まあ、発言が効いたということにも、まあ、一応表面的にはなるんですけどね、しっかりした動きになってます。今回でも総合商社以外にも当然わざわざ日本にお見えになったんだから、アメリカ自分が持ってないものとか、アメリカになくて日本にあるようなそういう魅力的なものまでですね、分析あるいは投資対象として考えてらっしゃるんじゃないですかね。ということをあのメディアの報道ではちらっと言ってましたね、もういくつか頭にある、だけどまだもちろんそれは 買い付ける前ですから、公害なこと今言ったらね、みんな先回りして買っちゃいますから、いくつかあるみたいですね、まあ、マーケットは早く次の、バフェット銘柄を探せみたいな動きが起こってる。鈴木さんも探してくださいね。であの、まあ、MVS に入ってもらいます、今週少し多めに8銘柄持ってきたんですが、一つはこのファーストリテイリングですね。これ
木曜日の引き後に決算が出まして、第2四半期中間期の決算がかなり良かったです。売上が 20% 増えて営業利益が 16% 増えました。2200億円、半期ベースでは過去最高を更新すると2000億円を超えてきた。3ヶ月前の1月の11日に、柳井社長会長は、今年、15% 平均で賃上げする、うん、マックス 40% 賃上げする、うん、まあ、それだけに優秀な人材を集めるんだってことを公言して、うん、これは強くなるなこの会社はと思いましたけど、まあ、同時にその人件費負担で経費が相当増えてしまうんではないかという心配をしていた。3ヶ月後は心配だって言って、その3ヶ月後に、まあ、見事に増額修正、通期の業績を3500から3600億円に引き上げてきた。前年対比 21% 増益という形ですね。相当企業収益は好調である。小売りの現場売上は相当伸びているということが明らかになって、まあ、金曜日ここにありませんが2000円高するという動きになってきてですね、これグラフにありませんが、これずっと横に伸ばしていきますと2021年4月以来の株価水準です。1対3の分割してますから逆算すると9万円ぐらいになってます。当時いや黒田日銀体制で ETF を日銀がどんどん買っていた時 に、うん、にファーストリテイリングとソフトバンクグループだけが駆け上がった、ね、日経平均3万円乗せたという時期がありましたが、あの時の直後の水準以来なんですよね。ですから日銀な、まあ、亡き後 ETF 買い亡き後では 事実上のこれ、まあ、言ってみれば私にとっては最高値みたいなものですね。そういうところまで来ていますね、まあ、ずっと利益を出してるんですから、そういう意味ではいつかは超えるというね、その株式市場 の王道ですよね、ある意味ね、はい、まずこれが一つです、はい、それから次はハイデヒタカ、これも決算発表で、これが、通期の決算です。2月決算出して前期、黒字転換、営業利益6億円、今期 4.8 倍の30億円で、やはり相当戻ってきている。でこの3年間コロナの3年間は、まあ、日高屋ですよね、ラーメンチェーン、中華料理、出店をずっと抑制していました。で今期からいよいよ中期経営計画出して、出店を再開する。今440店舗を、3年後には500店舗まで拡大していく。 ROE 8.5% まで増やしていくということです。これコロナ再開の直後というのはどちらかというと富裕層の、まあ、消費活動から戻ってくると言われていて、百貨店株が随分買われたんですね。でこういうどちらかというと庶民的なハイデ日高のような銘柄というのは業績あまり回復しなかった、サイゼリアもあまり良くなかった。ところが今回の決算、2月決算企業の小売企業随分出てますが、まあ、この高級品を扱うデパートはこれから決算が出てくるんですけど、こういわゆる私たちの庶民的な消費レベルの業績が大幅に改善していると。で株価がどんどん上がっているというのが今回の特徴ですね。裾野が広がっているというのが今の決算の一つの大きなシグナルになっています。はい、それからこちらオリエンタルランドですが、まさにインバウンド消費の代表先生、はい、オリエンタルランド、もう一つサンリオ、ピューロランドのサンリオも大きく上昇して高値を更新中。これも株式分割を行った後に、高値を取ってきてますんで、このあたりが大変堅調だなと。歴史的な高値が、に肉薄してる感じですよね、これね。そうですね、うん、そこまでいってきてますね。もうこれ高値ちょっとすみません、ちゃんとそこまで調べてきます、ね、多分4900円とかね、うろ覚えなんですけど、だいたいそこまで来てるので、はい、さあここからだという感じですね。さあ、お待たせいたしました、バフェット銘柄の登場です。はい、はい、三菱商事、これ代表格として三菱商事を持ってきましたが、もちろん三井物産、それから伊藤忠、丸紅、住友商事、いずれも同じような形で今週は大きく動きました。火曜日のお昼にそのウォーレン・バフェットさんが日本を訪れて日本株を買い増しする、特に今保有している総合商社の株をさらに買い増しする意向であるということを告げて、ここですね、はい、この要請のポイントですね。そこからですね、大きく上昇しました。まあ、総合商社をなぜバフェットさんのこれまでの哲学というのは、比類なき企業を買う、うん、で、景気に左右されない銘柄を買う、まあ、それがコカ・コーラであったりアップルであったり、まあ、ジレット、かつてのジレットであったり、そういう銘柄を好むと見られてたんですが、2020年8月に最初にバフェットさんがコロナで真っ暗闇の頃ですね、もう自分の大好きだったそのエアライン、航空会社の株を全部売って、で、日本の総合商社を大量に買ったというので世界が驚いた、うん、あれからさらに買い増ししているという状況です。何をそんな評価しているのかって、で今回明らかになったのは、いやバークシャーハザウェイの、そう、業態とやってることと日本の総合商社やってることが極めて近い、まさに投資ビジネスであると。エネルギーから食品から、まあ、生活雑貨からありとあらゆるものに投資して、そこから収益を得る、グローバルであると、まあ、そのあたりを評価して気に入ってるということになりますね。まだまだ力を入れていくということのようであります。次は
これです。はい、もう一つ、竹内製作所。これは決算です。2月決算で、これは建設機械です。大型は小松。で、小型 のパワーショベルはこの竹内製作所。これも前期の決算、営業利益が 20% 近く伸びて、今期も 13% 伸びる。さらに増配を発表するという動きになってもらいました。これ、上場来高値を更新するという結果になってます。ヨーロッパの復興というところも少しずつ視野に入れているというところですね、うん、実際数字も出てきているわけでしょ、ヨーロッパの方での需要がね、はい、今回北米とヨーロッパが大変好調だった、うん、中国はまだそんなに伸びていないというところですが、やはりロシア、ウクライナのさらにその先ということを睨んで、うん、ヨーロッパ復興というものを睨んでいるというふうにも見られますが、まあ、直近の目の前の決算がかなり良かったということもありますね。さらにもう一つオリックス、これは大阪カジノがいよいよスタートする。でカジノの、まあ、この1週間前の日曜日の統一地方選挙で大阪で日本維新の会が大阪府知事それから大阪市長ダブルで取った、まあ、そのあたりからカジノ推進派がぐっと力を増して、で今週末になっていよいよ国土交通省が評価して認可を下した、まあ、政府としても大阪カジノ計画をスタートする、2029年の秋から冬にかけて開業する、総投資額1兆8000億円、年間2000万人が来場して5200億円の売り上げを立てると。で運営母体がこのオリックスとそれからシンガポールの MGM がダブルで運営していくということでありますね。大阪銘柄の、まあ、オリックスは大阪ではありませんが大阪関連のあたりが強くなってきているということであります。はい、悪かった方はローゼ半導体が少し、具合が悪い。これはあの2月決算期のローゼ半導体製造装置の搬送装置を手掛けているところですが、前期は営業利益7割近い増益でしたが、今期の見通しを、18% の減益で、出してきておりまして、そのあたりから小型の半導体製造装置が少し今週は軟調な動きでした。まあ、にもかかわらず日経平均が大きく上昇しているというのは、相当物色対象が横に広がっているということの表れだと見られます。そして航空会社が少し弱かったです。アメリカで、これはユナイテッド航空、それからアメリカン航空が株価が、業績が悪いという見通しがアナリストサイドから出たようで、株価が下落して、インバウンド消費は好調なんですが、日本でも JAL、それから ANA ホールディングスが少し伸び悩んでいるという動きになっています。はい、以上、今週の MVS でした。続いては岡崎さんの注目ニュースです。お願いします。説明の前に、はい、一応これから話すことは金融政策のコストという考え方です。金融政策のコスト、うん、お金で測れるもんじゃないんだけども、はい、犠牲はつきものなわけなんですよ、例えば今やってるアメリカの利上げというのはインフレをやっつけるってことはリターンなんですよ、うん、でもインフレをやっつけるんだけども例えば失業率が上がったりとかGDP がマイナスになるっていうのはこれコストなわけなんですよ。で、2つのリターンとコスト合わせてお釣りが出たらいいんですけども、はい、払いが多かったらやっちゃダメなわけなんですよ。いくら金貨玉上で 2% にしますよっつってもやりすぎはいけないというところなんですが、今日のお話っていうのはいよいよそのやりすぎるかやりすぎないかっていうその選択が近づいてきたという話なんですが、まずはこちらのグラフから、はい、まずこちらはですね、消費者物価指数とアメリカの、個人消費支出デフレーター PCE それから賃金3つ持ってきました、CPI と PCE ですね、これはコアですね。で、新聞報道とかではこの青の CPI がこれコアの数字で前年比でちょっと上がったんで、うん、失望したというような言い方されていたんですけども、うん、いやいやそれはちょっと違うだろうっていう話からしていきたいんですけども、全体で見るとこんな風にだんだん収まってきましたよね。でちょっと上がったように見えるんですが、まずここで賃金の方、これ雇用統計の賃金の方ははっきりとこう、うん、トレンドが下がってきたことをとりあえずこの絵ではイメージをつかんでおいてください、はい、でさらにこれ前年比なんですけども、1ヶ月間の変化を年率した場合、3ヶ月間の変化を平均して年率した場合、6ヶ月間の変化を平均して年率した場合でいうと、CPI の方はまだこれぐらいなんですけども、少し単月で見るとちょっと落ちたということと、うん、PC の方もこう落ちてきて、で特に賃金の方はこんな風に3ヶ月間のスピード、6ヶ月間のスピードは 3% ぐらいですから、はい、大体は目標達成しているんですね。さらに CPI の中で注目しているこの番組でももう1年以上前から取り上げていた粘着性と言われているスティッキーなグループですね。スティッキーなグループが、この青なんですけど、これはまだ落ちていません。これ前年比です。で中央値というのはこれクリーブランド連銀が作っているデータなんですけどもね、さまざまな何万アイテムもある品目の中の上から数えて下から数えてちょうど真ん中の
インフレの品目はどうかというと、まあ、やっぱり 7% でこれだけ見ると終わってないんですけども、例えば粘着性の強特に強い S というのはこれシェルターですね、住居管理を除くとこんな風に落ちてきて、うん、やっぱり戻ってきたと、まあ、住居についてはこれあの例の、なんだっけあのジローですね、はい、ジローのデータで見ると落ちてるのが分かってますから、まあまあもうちょっと待てば落ちるだろうという感じです。でさらにこの粘着性コアと粘着性の除くシェルターとそれから中央3ヶ月とか6ヶ月とかで見ると1ヶ月とかで見るとだいたいこんな感じで一応期待通りのこういう形になってきてるというわけなんですよ。これはもう待つしかないなと。ではインフレ率が高いのはコストはコストだというわけですね、はい、でこれを下げていくことこそがリターンだという考え方があるんですが、思い出してもらいたいんですがこれが発表されたのが12日水曜日なんですよ。12日水曜日発表されて CPI が発表された直後はアメリカの株式はむしろ上がってたんです、はい、そうですね上がってたんです。でもその後下がったのは、うん、これは議事要旨にちょっとびっくりしたんですね。ちょっと驚いたんです。で議事要旨いろいろとですね人によって読むポイントが違うと思うんですが、私が最初に目についたのはですねあのインフレリスクについてこんな風に FRB が考える上振れリスクと下振れリスクと併記して今回書いてるんですよ。でベースラインとなる基本シナリオがあるんですけども、それよりもインフレが上がるとしたら下がるとしたら理由は何かというと、インフレ率が予想よりも今年の年末 3.6% ぐらいまでインフレ率は下がると見てるんですけども、上がるとしたらこういう言い方です、また英語の勉強の時間ですけどね、ここの for example から訳したんですけど、例えば驚くほど回復力のある、なんか英語下手ですね訳し方が、労働需要が要は労働需要が強すぎたら上振れるかもしれませんという言い方をしてるんですよ、うん、だけどここで先ほどのグラフを見てほしいんですけど賃金下がってきましたから下がってきましたね。ということは今のところこの上振れリスクは、うん日に日に下がってるんだなっていうのが分かります、はい、一方で下がるリスクですね、ダウンサイドのリスクっていうのは何があるかっていうとここで登場するのが銀行の話です、うん、If banks reduce ですね、あの要するに銀行が貸さなくなっちゃったわけに、その時にインフレにさらなる下押しがするかかかるだろうと。インフレを下げたいわけですから、これは嬉しいことなんだけども、しかし銀行が信用供与を出さなければこれは経済活動と雇用が抑制されますから当然成長にはマイナスなんで、うん、これはなんて言いますか、諸刃の剣みたいな状況なんですね、はい、そうか、やっぱり FRB は今回の銀行破綻の問題を、深刻に取り上げていたんだな、これ記者会見でも分かったことなんですけども、さらに今回初めてなんですけどね、私はちょっと検索してみたんです、はい、何を検索したかっていうとリセッションという言葉を検索してみました、はい、すると今回初めてですね、今回の利上げ局面の中でリセッションという言葉が3回出てきました。うん、3回出てきて文章の中で一番最初に出てくるリセッションという言葉はここです。ただしここにマイルドリセッションと書いてます。マイルドなリセッションがスタートするとレイターディスイヤー、今年の後半に、文章はどういうことかというと銀行セクが起こした事件ですね、これの、潜在的な影響を受けて3月の FOMC 時点で、あの3月の FOMC の時に予想値を出しますよね、はい、で予想値の中で今年の、最終的な GDP の着地はプラス 0.5 しかないって結構低いな、インフレ率は 3.6 を結構下がるなっていう話なんですけども、その数値を出した時に今回のこの銀行セクターが起こした銀行破綻の問題をインクルードしてそれを考えてあの数字を作りましたと、うん、で考えた上でこのマイルドリセッションを入れてるんだということなんで、 FRB は年末マイルドリセッションってが来ると思ってるんですよ。でマイルドリセッション来るの、リセッション来るのということで株はこれには当然ネガティブな反応するわけです。だけどさらにこの1回目のリセッションという言葉の続きに2回目3回目のリセッションという言葉が出てきます。この文章はですね非常に訳すのが苦労して、Google の翻訳機とかも使ったんですけども、 Google もなんかこんがらがってて、はい、なかなかいい文章にならなかったんで、私がかなり思い切った文章に、書き換えたんですけども、これも日本語だけ読んでください。銀行と金融の状況及びそれらがマクロ経済状況に与える影響がメインシナリオで想定されたよりも悪化した場合、うん、つまりもともと予想したよりもやっぱり銀行の今回の破綻とか経営不運が広がって
でこれが結局雇用に悪影響を与えて経済活動に悪影響を与えた場合何が起きるかというと金融市場の問題に関連して発生した過去の景気後退は例えば2008年の金融危機とか、はい、あるいは80年代のボルカーの、 すごい利上げの時に言われたコンチネンタルリジョナルとかのああいう破綻の時に、つまり銀行が、原因となった元凶となった景気後退は過去の景気後退よりも平均よりも、ね、深刻で長引くと。ああそうなんですね。だからその銀行が原因の景気後退をやっちゃうとこれはこれでコストが高いと、こういう文章なんですよ。だからそれなりに今回の銀行破綻を深刻に取り上げているんだな、それに対してこれはまずいぞというふうに警戒的に見てるんだなということがここから分かったと。当然初期反応は株式市場はマイナスでしたと。しかしこれを見て債券市場は微動だにしなかったんですよ。で短期金融市場も微動だにしなかった。こんな感じだと思います。マイルドなリセッションが来るんだったら利上げはもうやんないかもしれない。私はやんないと思ってますけども、やってもあと1回だろうと。で本当にマイルドなリセッションが来たら年末には若干の利下げがあるんだろうなと。で若干の利下げがあるのかもしれないけれども、それの結果インフレがかなり下がるというふうに見ていると。これがメインシナリオだと。ああじゃあそれを織り込む形で債券市場はもう今完全に落ち着いた形になっていると。でこれで冒頭に変わります。今日のグローバルラップのところで言いましたけども、株は株らしく、うん、企業業績とかマイルドなリセッションが来るとしても、その時に業績がどれぐらいマイナスになるのか、ある程度そのリスクを考えながら投資していけばいいんだなと。景気後退からいけに景気後退をいかに回避するか、さらにインフレをどんな風にして抑制するのかについてはどうやら FRB はちゃんと目をそらさず分析している。任していいんじゃないのと、うん、まあ、これが一番今週のデータの中で収穫になった。ある程度我々は餅は餅屋でと言いますかね、うん、自分の仕事に帰っていっていいと。ああだこうだとアクセス金融政策どうなるのか、金利がどうなるのかっていうのはもう考えるのはもうそろそろやめにして、もう一回買おうと思っている会社の業績とか、あるいは持っている会社の業績とか、これを、直視しましょうと。皆さんそれぞれの問題に、また真正面から向き合いましょうよという、こういう深い意味があったニュース項目ではないかと思います。はい、岡崎さんの今週の注目ニュースでした。さあ続いてはアナライズプラスのコーナーです。ここからはりそなアセットマネジメント運用戦略部チーフストラテジストの黒瀬浩一さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この後、この動画は、数時間後に行われる京都セミナーで流す予定なので。あ、そうなんですね。はい、だから、はい、リアルで、京都の方々はこれを見ますので。わかりました。京都に集まった方々に語りかけるような感じで。わかりました。お願いします。はい。今までの話はですね、はい、アメリカそれから日本のこのいいところに着目した話が多かったと思います。うんうん、いいところと悪いところ両方あるので、私はその両面を見ながらですね、短期慎重しかしながら長期的にはこれはいいだろうという話を申し上げたいと思います。うん、はい、でまずこれ日本の経済の状況です。日本株非常に上がってるわけですけれども、この日本の経済そのものは今足踏み状態なんですよね。そうですね。政府の言葉で言うと景気は足踏み、うん、で何を言ってるかと言いますと、いろんな経済の指標を比較してみると全体の経済を表す景気の一致指数がちょっとだけ直近は上がってますけれども、これずっとちょっと下がってきていたというところです。うん、でこの下に押し下げる要因は2つありました。うん、この設備投資、これ工作機械受注、うん、それから輸出です。うん、今日私が今から申し上げるのは、まあ、これはおそらくもう下向きの力は弱まってくるだろう、うんうんうん、それからさらに上向きの力がこれから加わってくるという話です。この設備投資の下に書いてある0811151822、これは何の数字なんですか。はい、それはですね非常に大事なポイントなんですね。うん、まずこちらから申し上げます。うんうん、なぜこれが今下がっているかと言いますと、うん、アメリカで巣ごもりの時にパソコン、スマホ、IT 関係が売れに売れました。そうですよね。でこれが経済再開になって売り上げがもう非常にこう落ち込んでるわけなんですね。うんうんうん、ここからシリコンサイクルが今下に向かっている。でこの日本のこの工作機械受注というのは結局ここに引っ張られるんです。うん、なので、それが売れなくなった
った悪影響で去年の3月頃ピークにこう下がっています、こう下がりだしたらですね、次はボトムがどこかというのをこれ考えるわけですけれども、そこでポイントがこの数字なんです、これピーク2022年、これコロナでちょっとずれたんです、ですけどその前は18年、18年ピーク、はい、でその前15年、うん、15年、はい、でこれグラフないんですけれども、うん、11、8なんです、でなぜこれ3年4年なのかと言いますと、今スマホの買い替えは3年が平均的なんです、3年で変えてます、私もうちょっと短かったかもしれない。私はもっと長いですね。あ、そうですか。平均すると3年ぐらいですか。で違うんですけれども、平均すると3年なんです。で、ここが変わるともうアプリも全部変わってきますので、もう非常に大きな影響を及ぼしています。で、これが3年ってことはですね、次2025年頃にはもうピークつけるはずなんです。そう考えるともう下がって1年経った、今年の秋にはもう底打ちしてくると思います。これがアメリカでもフィラデルフィア半導体指数指数が底打ちしてきた一因になっています。なるほど。この15年ピークのは翌年16年でやっぱりボトムつけているですね。で18年ピークはその2年後20年ボトムをつけているコロナの中でと言われるんですか。そうですね。やっぱり、はい、そこがつかない循環はないわけだから、ピークをつけたということは次はボトムをつけると、そうですね、こういうわけですね。これが普通の循環なんですけれども、ここは米中貿易戦争とコロナでちょっと深くなったんです、深かったですね。なので今回はこれを見る必要はなくて、まあ、今年の秋には底打ちと見ていいと思います、ですからもう上が展望できる状況になってきた、それからこの輸出に関しても日本からの2大マーケットはアメリカと中国なんです、はい、で中国はゼロコロナが終わって、これから経済が再開するって時に結構回復が鈍いんですね。鈍いですね。鈍いんですけれども、これ原因がはっきりしていて、中国それから新興国全般にですね、コロナの時に会社がたくさん潰れて、飲食店からホテルもいっぱい閉鎖したんです、なのでリオープンですと言われてもこれすぐできないんですよね。あ、ちょっと我々とは違う環境なんですね。そうなんです、ですけどこれは逆に見てすごいいい話で、これから新しく開業するホテル飲食店会社はですね、もう最新 IT で始まると思います。あ、ですから新しい環境から始まるので、最初はちょっと時間かかりますけれども、そういういい方向に向かっていくだろう、その意味では中国向けの輸出は私は上がっていくと見ていいと思います、でもう一個のアメリカはですね、この生産が冴えない原因がまさにそこなんですけれども、主力は自動車なんです、でこれがまだやっぱりまだ半導体不足で生産できなくて、まだこのように輸出も冴えない状況です。ですけどここも夏頃にはもう半導体調達の目処つくと思います。ですのでここも上っていくだろう、鉱工業生産には予測の指数があるんですけども、かなり強い指数が出てるんです、で自動車会社としても、そこは調達できるだろうと踏んできたととこです。でかつ自動車は、波及効果が非常に大きいんでですね、でこの輸出米国向けも大丈夫だろう。ですから下に引っ張っていた2つがもう上向きになる展望が見えてきたという意味で、私は日本の景気は上に行く素地はもう十分に整っていると思います、でかつこれを補強するのがこの景気ウォッチャー調査です、これは街角景気と言われていまして、下手なエコノミストのこの予測よりもはるかに当たるんですでこの当たるのがですね、今非常に高いんですよね、でかつこの高さというのは不良債権抜本処理した後の高さ、からリーマンショックと東日本大震災を乗り越えた時の高さに近いところまでコロナの時にすでに行ってたんです、でコロナで何回もこれ閉鎖したり、またいろいろあったもんですから、こう激しく上下としたんですけど、もう終わって上に行く、私はもうここまで来るのはもう確実な情勢かなと言っていいと思います。こういう展望が開けてくると、これまさに今日の話の中でもですね、鈴木さんから、その小売店、サービス業、景況が良くなってきたと言いますけれども、これはもうまさに反映しているというふうに思います。でかつこれは非常にこの株価とも連動性が強いんです、株価は上下動激しいので、これ前年比で取ってるんですけれども、大体この山谷がこう一致するんですよね、でこういうのを見ていくと、もうこれはもう底を打って上がっていく可能性が私は高いと思う、そうすると株価についても上が展望できるというところにあると思います。去年の今頃まだ2万8000円ぐらいでしたから、2万7000円とか8000円だから、そうですね、そこから1割上がるだけで3万円ですから、そうですね、だからあんまり3万円っていうとなんか強気すぎると思われるかもしれないけども
でも1割ぐらいは上がってもおかしくないのは株ですから、そういう意味じゃ今年は3万円っていうのは普通にトークの中で語っても笑われないですよね。そうですね、そう思います。でただそこの行くためにはですね、一つ乗り越えないといけないハードルがありまして、それがアメリカなんです。そうですよね、はい、アメリカこのこれは FRB が銀行に対して行っている貸し出しに積極的か、はい、うん、消極的かというアンケートなんです。でこれ上に行くと非常に消極的、うん、でこの、これ2月に出たのがここなんですけれども、うん、多分ですね直近の数字はおそらくこの過去ピークを超える可能性が高いと思うんです、はい、はい、これシリコンバレー銀行が破綻する前です。前ですからね、はい、うん、でこれ同じようにこの、このピンクが上がっている時に上がっているのが GDP なんですけれども、これ右の軸で判定しています。あ、逆目盛りしてますね、はい、ですので銀行が貸し渋り貸し剥がしをやると GDP は落ち込むってことなんです、うんうんうん、ここもそうです、うん、でここ今ここにあるんですけれども、おそらくこのピンクがここら辺まで来てるということを考えると、うんうん、GDP がこれ本当昔の相関からいくとですねマイナス 3-4-5% ぐらいまで来てもおかしくないんですね、うんうんうん、その意味では景気後退、先ほど FRB の中でもまあ想定しているという話ありましたけれども、私はそれはもう当然だというふうに思います、うんうんうん、でそうなってくるとこれ景気の底が浅いのか深いのか、うん、でね、期間が短いのか長いのかっていうのが次のポイントになります、うんうんうん、その意味で次のですねページこれ、銀行のバランスシートを見たものなんですけれども、うんうん、実はもうビジネス向けの貸し出しはこう減ってるんです、うん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 、一言で言うと貸し剥がしが始まったってことなんです、うんうんうん、ですのでもう貸し剥がしは始まったし、うん、これから貸さないっていうことになってくると、これはやっぱり景気が落ち込んでくる可能性が高いと思います、うん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 、ですけれども、じゃあそこの浅いか深いか短いか長いかを見る上でポイントになるのがですね、うん、次のこれちょっと難しい言葉で言うと金融政策が実物経済に与える伝達経路っていうのがあるんです。伝達経路、英語で言うとトランスミッションメカニズムっていうんですけれども、うん、どういうルートで影響を及ぼしているんですかっていう話なんです。はい、では一言で言うと道筋です、うん、はい、でこれ大きくこうやって4つあるんですね。この話をなぜ申し上げるかというと、次 FRB がどう動いたら経済どう動くかという意味でこの4つがどう効いてるかっていうのは極めて大事なんです、うん、はい、でまず第1は利上げをすると通常は個人消費が下がります、はい、理由は簡単、個人は消費をするか将来に備えて貯蓄をするか選択してるんです。で金利が上がるとこれもやっぱり消費減らして将来に備えることになるんですね。で通常消費が下がるんです。ですけど今回これ全く効いてないんです、うん、これも理由は簡単、ここに預金残高あるんですけれども、うん、コロナでばらまいた金がまだこんなに余ってるんです、うん、ですから4つある金融が実物経済に及ぼすルート、4つあるうち1つ全く効いてない、うん、それから第2のルートは設備投資、うん、企業は自己資本、それから借り入れや社債などの、まあ、銀行借り入れとか社債の、まあ、要するに借金で投資をします。でところがこれもですね、半導体の補助金、うん、脱炭素の補助金、うん、でほとんど効いてないんです、うん、ですから実物経済は利上げしてるけれどもあんまり傷んでないんですね、うん、で逆に言うと4本のうち2本効いてない、だから残り2本を非常に効かせようとして FRB は異常な利上げをやってるというのが今なんです、うん、で残り2本何かというと、3本目が銀行を通じるルート、銀行は短期の預金を原資に長期の貸し出しをします。ですからイールドカーブがこう立ってると儲かるわけなんです、利ざやがプラスで、ところが今みたいに逆イールドになると短期金利、今 FF レートもう 4%5% 弱で、10年国債金利 3.5、 もう完全に逆ざやなんです。ですので銀行はもう貸し出ししたくもないし逆ざやだからこんなの嫌だという状況で、ここが抜群に効いてるんです。で1本目2本目が効かない中でこの3本目を無理やり効かしてるからこんなことになってきたし、うん、シリコンバレー銀行の問題も起こったってことなんです。で4本目が、資産価格を通じるルートで、こちらに関しても、商業不動産、これからちょっと問題起きます、破綻起きると思います。それから仮想通貨とか住宅価格も今ちょっと下がってる、で株価も下がってる、もう根本的にはやっぱこの3番目と同じ激しい利上げやりすぎてるってところなんです。なので、ここまで来たわけですけれども、さあここまで来たら FRB、 さっき岡崎さんから話あったようにもうこの銀行を通じるルートからおそらくもう景気は
悪くなる、うん、物価についても目処はついた、うん、というのがはっきり見えた時点が私はですね FRB は利下げに踏み込む時期だと思います、うんうん、で利下げしたらこれ効くのかそれとも通常はですね利下げしても全然効かずに悪くなるんですよね、うんうん、でそれどっちになるかというと今の時点では4本あるうち2本が効いてないから企業部門は傷んでないんです、うん、したがって銀行部門3本目のルートさえちゃんと機能し始めれば景気は簡単に修復できると思います、うん、したがって FRB が思い切った金融緩和に踏み切るかどうかでこの先分かれていくと思います、うん、でその意味ではですね FRB は4本あるうち2本全く効いてない、うん、3本目が効きすぎてここまで来た、うん、これによって物価景気に関しては目処つくだろうというのはですね、うん、もう先ほどの FOMC の議事録でもこう強くにじましてるんです、うんうん、まあ、我々はそこを汲み取ってあこれはもうあの景気悪くなった時にはですねそこで慌てふためくんではなくて、うんうん、想定通りですという形で FRB の動きを見ていけばいい。ただあの日本株ちょっとあの私慎重な言い方したのはあのここにどのぐらい時間かかるかっていうのはちょっと不明、うん、よくわからないところもあるんです。だってまたどっか破綻したらねひどいことになっちゃいますからね。 そうですね、そこはわかんないですからね結局は、うん、それはあるんですけれども将来どうしたらいいかという方向は見えたというふうに思います、うんうん、ただね一つ今の話を聞きながらビハインドザカーブという言葉があってこの間インフレが起きているのに利上げが遅れたという話で随分叩かれましたよね。景気後退が始まったのに利下げが遅れたっていうのもこれまたビハインドザカーブですから今度こっちが心配ですよね。そうなんですよね。あの、うん、表向き FRB は物価目標 2% です、うん、ですのでこれ物価がまだ4ぐらいの時にですね、うん、本当に踏み切れるのかっていう問題があるんですよね。ありますね、うん、そこはあのフォワードルッキングでいかにこう説明していくかというのが大事になるんですけれども、うん、それをすでにもうにじませたっていうのがやっぱり議事録だというふうに思います。いやなんか後で振り返った時にあって思うような議事録なのかもしれませんね。というか後で振り返った時に、はい、今日のこの動画も何かも、はい、笑い話に終わればいいです。そうですね、そういうもんだと思います。はい、黒瀬さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあでは今日はここでプレゼントのお知らせがあります。第一生命経済研究所長濱利弘さんの著書給料が上がらないのは円安のせいですか通貨で読み解く経済の仕組み、復顔経済塾エミン・ユルマズさんの著書大インフレ時代日本株が強い、そして復顔経済塾渡辺誠二さんの著書10倍株の転換点を見つける最強の指標ノートをセットで5名様にプレゼントいたします。番組ホームページの応募フォームよりご応募ください。締め切りは4月24日月曜日です。当選者の発表は商品の発送をもって変えさせていただきます。感想もぜひお寄せください。ふるってご応募ください。さあそしてもう一つ大切なお知らせです。マーケットアナライズが4月からリニューアルをいたしました。番組タイトルもマーケットアナライズプラスからマーケットアナライズコネクトにバージョンアップしまして、投資を始めたばかりの人、新ニーサの始まる今年こそは投資をと準備をしている人、そして投資の世界を通じて経済や企業の知識を深めたいと考えている人などにぜひ見ていただきたい内容をお届けしていこうと思っています。次回の放送は4月22日土曜日です。これまで週末に1週間のマーケットをラップしてお届けしてしまいましたけれども、そのマーケットアナライズはこちらの YouTube の方でお届けしていきますので、ぜひ両方ともチェックしていただけると嬉しいです。テレビの方はね、あのご家族皆さんで見ていただくのもいいかもしれませんね、うん、結構そういうね、はい、ちょっと面白い、うん、楽しい内容にしてますからね。投資教育をしたいなと考えている親御さん、ぜひお子さんにもいかがでしょうか。教育以前の話をしてますけど ね、 でもね我々が自分たちで楽しんでやってますけどね。ぜひチェックしてみてください。またマーケットアナライズコネクトは皆さんとこれまで以上につながりたいなと考えています。セミナーや SNS だけでなくあなたの街までコネクトしていきますので、ぜひご期待ください。それではまた来週 YouTube でお会いしましょう。さようなら。さようなら。